3日です。今日の山口県地方はね、昼前から雨降ってきましたね。外気温がね9度、もう10度、まあ10度9度、寒いですよ。まあ若干寒の戻りがあるのかなと思ったりもしましたけれども、先日がね本当夏日に近い気温がね続いてたので、寒く感じますね。週末から今日にかけて、今週末ぐらいから暖かくなるんかな。またね、桜も咲くんだろうと思いますけれども、まあ、なんちゅうても冷えます。はい、まだねこのマイカーの中が暖かくなってないんでね、暖気運転もしないで家を出てきましたので、今時間がですね午後2時ですね。で9度ですよ。寒いです。そんな中ね、ネットのニュース見ましたら、トレーラーがですね朝方凍結のためにスリップして30メートル下の橋の下に転落して運転手の方が亡くなられるといったようなね重大事故が発生しています。で、時間とかねそういったものはねちょっとよくわかんないんですけども、まあ明らかに橋の上が凍っていたと。で、まあトレーラーがね、まあ30メートルもね、高架って言うんですかね。そんな感じだから、まあそこは山あいだったのかどうなのかちょっとわかりませんけれどもね、まあ谷みたいな感じなのかなとも思ったりもしましたけれどもね。で、乗用車もね、数台、絡んで、まあ、乗車の方たちはね、まあ、軽傷もしくは、まあ、物損だけだったのかも分かりませんけれども、そのトレーラーもですねどっかにぶつかった弾みで、で、後ろの牽引部分は橋の上に残ったまま、でトレーラーのね原因、まあ、トレーラーのヘッドがねちぎれてちゅうんかな、そのあれが外れてで下に転落したと。で、まあ、30メートル下に転落して炎上したということですよね。で、火がついてもう即死だったのか焼死だったのか分かりませんけれどもね、本当悲惨な事故ですよ。はい。でね、私前ねトレーラーのことについて動画をね上げたことがあるんですけれども、トレーラーの連結部分ですね、その何て言うんですかね、ほんとピンみたいなやつじゃないですか。それがねカポッと
カプラみたいになってるのかな、ちょっとね、名称分かりませんけどもね、まあ、ガチッとはまって、まあ、その部分しか連結部分ないんですよね。でもね、あれってね、あんな感じですけど折れないそうですね。すごい硬くてすごく丈夫で、で、ゴジラ、例えばですよ、ゴジラっていますよね。ゴジラマシじゃないですよ、映画に出てくる、まあ映画になったゴジラですけれどもね、例えばあのゴジラが、まあウルトラマンでもいいんですけれども、こうやってバーって振り回しても取れないそうですね。それほど連結部分は強いと。なのに外れて転落したと言ったところですよ。相当な力がかかったのか、よっぽど運が悪かったのか分かりませんけれどもね、まああれが外れなければ乗務員さんも転落して亡くなることはなかったのかなと思いますけれども、まあいずれにせよも ですね、この3月北海道、東北、北陸、あの辺りはですね、まだまだ雪とか降ります。で、朝方放射冷却だとかね、寒波の影響で寒の戻るとか、そんな影響でね、で明け方はね、ぐっと冷えますので、で橋の上とかね、高架橋凍ることが予想されますので、十分にスピードを落として、で塩カル撒いてるから大丈夫じゃないです。塩カル撒いてもね、それ間に合わない、溶けきっていないところもね、あるんですよ。もう撒いてもね、一つも役に立たんと、そういったところはね、たくさんあります。なのでね、そういったところを予想されるところ、もしくはですね、もう橋の上は危ないんだと。で、体感的でもね、体感的にも分かると思うんですよ。今日は冷えるなと。で、大概のトラックは温度計とかついてるじゃないですか、外気温とかね。私のこのマイカーでもね、外気温が分かりますけれども、まあね、2度気温が2度とかね、1度とか2度にね、その辺になったらね、もう凍結していると思わなくちゃいけないですよ。で、スピードさえ落としていれば、まあ何度でもなると思うんですよ。スピードさえ落としていれば、スピード車間距離さえ落としていれば、で、例えばですよ、そういった高架橋を走る手前というのは普通の道路じゃないですか。普通の道路、まあ例えばですよ、まあ50キロで走ってると、50キロで走ってると、で、普通の道路であれば50キロで走ってて、あっと思ってブレーキをグッと踏んでもね、グッと効くんですけれども、そのまんまの50キロのスピードのまんまで、その橋を渡って行ってしまうと、あ、凍ってるわ、やばいな、ブレーキを踏むわ、では、もう絶対スリップします。絶対必ずスリップします。でね、まあ、物理的に言うと、摩擦係数だとかなんとかかとか言うんでしょうけれどもね、スピードを出せば出すほど、摩擦力がね、なくなれます。まあ、要するに、タイヤと路面との接地面がね、なくなったり、なんちゅうかな、動くスピード、そのエネルギーでね、止まる距離も長くなってしまいますし、まあ結果ブレーキ踏んでも効かないと。いったことでね、50キロから30キロに落とす。これだけでもね、もしかしたらスリップしなかったのかなというような気もしますけれどもね。
まあ本当この時期ね怖いですよ。はい。で我々トラックのドライバーはね、そのまあ24時間どういった状況で走るか分かんないわけじゃないですか。今あの外雨降ってるんですけれどもね、雨が降っていれば、あ今日はスリップ事故に気をつけようとかで雨が降っていると暗いですからね。暗いし見通しも悪いし、で前の車なんか水しぶきをねガーッと上げているとかなりあのちょっとね見えづらいですよ。歩行者、自転車なりね、原付きなりオートバイも二輪車などもね見えにくいですよ。で、まあ夕方なんかもね早く暗くなります。曇ったり雨が降っているとね。なので早めにライトをつけて自分の存在アピールをするだとか、そういったね防衛運転というのもね大事だと思います。でたまにですね真っ昼間でもあの急にね雪がねバーッと降ったりだとかね、急に降ったりだとか、まあ今から梅雨のシーズンもありますけれどもね、まあゲリラ豪雨だとかもあるんですけれども、そういった時には急に空がわーっと黒くなって厚い雲にね覆われて土砂降りといった時も、あたりが本当もう夕方じゃないかというほどね暗くなることもあるじゃないですか。そういった時にはもうヘッドライトをつけて走るとか、真っ昼間でも昼の1時だろうが2時だろうがね、あたりが暗くなったらもうヘッドライトをつけるだとか、そういったね防衛運転も十分に大事ですちょっとしたことなんですけれどもね、それをやっていたがために事故にならなかったとか、そういったこともねあるんですよ。なのでねもう他人任せではないですよ。なのでもう自分一人一人がそういった防衛運転をしていくというのは大事じゃないのかなと思っております。はい。またそのトレーラー事故なんですけれどもね、 YouTube にも上がっていたんでね、ニュースがリンクの方に貼っておこうかなと思っております。はい。まあ、トレーラーにね関わらず、あの我々ねトラックドライバー、トラックドライバーでなくてもね、マイカーを運転する人、自動二輪を運転する人、まあ、全ての人ですね、運転する人、全ての人にね、そういった事故があるんだ、凍結って本当に怖いんだと、いったこともね、知ってもらいたいなと思っております。はい。そういったところでね、本日の動画は終わりたいと思います。まだまだね、急に寒くなったりもしますんでね、十分に安全運転で、それと新免許の方、初心者の人、本当にくれぐれも気をつけて、車社会の一員になったわけですから。そしてですね、もし万が一死亡事故、あなたが死亡する相手の方を死なせてしまう、本当ね、相手の家族もあなた自身の家族もみんな地獄になります。みんな不幸になっていくんでね、そういった事故はね絶対あってはなれません。なのでね、これからも気をつけて安全運転していただきたいなと思っております。それでは皆さん、この後もご安全に、いってらっしゃい。